横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。ストライクになります。レフトへ打球伸びる。バッターは2番に入っている坂本。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。ストライク、初球ストライク。スライダー外れます。引っ張った、ファウルになります。バッターここはゾーンを広げて対応してきますから、ボール気味でいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、いい打球だ。大きな打球になった。一塁蹴って二塁に向かう。ショートボールをこぼした。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには高橋が入っています。さあ得点圏には先制のランナー、ここはしっかり切り抜けて、インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。さあそして打席にはバースが入ります。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここはしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。振りません、ストライク。すぐに追い込みました。インサイド、打球は右中間へ。さあこれからスワローズが守備につきます。そしてマウンドにバッターは西川。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何から入ってくるか。初球空振りです。今のはバッターよく見ましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。インサイド落ちました。山田アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている大谷。大瀬良、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ゴール。さてバッターボックスの大谷、どういうバッターなんでしょうか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる。2球目打ちました、ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー2塁となりました。さあそしてバッターボックスには山川が入っています。さあ一打先制のチャンス、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。ここは見ます。中へ決まって、これはストライク。150キロ。ああいいボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。さあ2ストライク、追い込みました。外へのスライダー、ここは見極めています。フルカウントになります。これが6球目。打ちました、センターへ打球伸びる。センターが取りました。2アウトです。さあそして打席には中村が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。いや、いいところに決めてきますね。アウトローの変化球、キレがあります。さあ3球目は何か。外へのスライダー、ここは見極めています。インサイド際どいところ、ストライクを取ります。さあ追い込みました。手が出ません、三振。ここはチャンスをものにすることができませんでした。2回になります、スワローズの攻撃。打順は5番柳田。
ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ファウルになります。ボールになります。これは内へ外れます。バッターワンバウンドヒットになりました。先頭バッターボックスは6番山田。ヒットでランナーを一塁に置いています。内のボール打っていった。ここは打ち上げています。ショートフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには指名打者の吉田。ワンアウトになっています。ここも牽制、一塁はセーフ。初球空振り。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。走ってきた、インサイド打った、抜けていった、ライト前ヒット。エンドランを決められてしまった。さあ、そしてバッターボックスには岡本が入っています。嫌なバッターが続きますから。ベイスターズピッチャーが変わります。リッチだ。まずは見送ります。ワンボール。内のボール打った。さあ、サードランナーはどうする。さあ、先制のランナーがタッチアップ。サードランナー、まあ、キャッチャースローイングがうまいのでランナーは警戒してると思います。バッターボックスには代打の山崎。小宮山さん、ここでの追加点は阻止しなければなりませんよね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。走ってきませんね。2球目打ちました。取ってスリーアウトです。2回の裏、ベイスターズの攻撃です。バッターボックスには5番坂本。ベイスターズ1点ビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。さあ、まず1球目ストライク。バックをいっぱいに使ってきます。ストライクです。いいスライダーでカウントを取りました。あっという間に2ストライクです。バッターピッチャー取った。2アウトになりました。バッターは7番に入っているオースティン。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。スライダーは見送ってボール。ストライクが入りません。ここは1球見ました。外れてフォアボール。ツーアウトから同点のランナーを出します。ライト前ヒット。さあ、サヨナラのランナーも出塁します。さあ、そして打席には菊池が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、長打が出れば一気にサヨナラもある場面です。一気にというのは理想ではない。バッターボックスには代打の森。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。これが1球目。まずは慎重にアウトコースへ外してきます。目は何で来るか。最後はファールフライ掴んでアウト。これで3アウト。